こんにちは。今日はケイトピエロさんでケイトを買ったのでこれを開封します。今回はねちょっと全部写り切ってないですけど、全部で13玉購入して、もうこういうモコモコのケイトをメインで買いました。ちょっと一つ一つ見ていきますね。この冬はこういうモコモコの糸を使った作品をいくつか作りたいなと思って、ピエロさんのサイトで気になっていたエコファーシリーズっていうのを3種類買ってみました。まずこの2玉が1種類目で、品名がキャットヤーンですね。これは色番3番なんですけど、すごくね大きいですね。思ってた以上に大きくって、最近ね動画で使っているのがエランジなんですけど、これと比べるとこんな感じですね。ボリュームのあるメランジよりもさらに一回り大きいですよね。重量は約 100g で、長さが約 57m、 棒針だと 12mm から 15mm で、かぎ針だと 10mm から 12mm。 全体のね糸玉も大きいんですけど、この糸1本の太さも結構ボリュームがあります。こういった細いテープに長い毛足が乗っているような感じなんですけど、ピエロさんのサイトを見てみるとね、この毛足の長さがだいたい 1.5 センチぐらいあるそうです。なのでね、編むと結構厚みが出ると思うので、作品の一部とかね、まあ全体でも使うとすごくリッチな感じになりそうだなっていう印象です。他にも色はあったんですけど、今回はこの3番とすごく使い勝手の良さそうな色番4番を買ってみました。この色番4番はこの毛の部分が割と白っぽい感じなんですけど、毛足の根元の方と、あとこの土台になっているというか芯になっている部分が濃い色をしているので、モコモコしているんですけど、多分これによって編みやすいんじゃないかなっていう風に編む前の印象ですけど思っています。これが色番4番。そして続いて、さっきのねキャットヤーンの新色になるみたいなんですけど、これの品名がマーブルキャット。材質は同じでポリエステル 100% で、重量も同じですね、 100g の約 57m で、推奨される棒針とかぎ針のサイズがちょっと違いますね。さっきのねこのキャットヤーンの方は棒針が 12mm から 15mm だったのに対して、マーブルキャットは10から 12mm で、かぎ針はさっきが10から 12mm ということだったんですけど、このマーブルキャットは 8mm から 10mm っていう風になってます。これが色番1番で、でこのね面白いカラーですよね。白と黒が混ざっているこのカラーがマーブルキャットの色番2番。糸を近くで見てみるとこんな感じですね。白と黒がこういう感じで順番に色が変わっていって、でこの芯の部分は細くて白いタイプですね。そこに白と黒の毛足がこうやって順番に乗っていって、で全体を見るとこういう感じになっているんですけど、こういう糸って意外とないのですごく新鮮な感じです。すごくね編み地が気になるので、棒針で編み地を少し編んでサブチャンネルでシェアしてみますね。この面白い糸が色番2番。どちらもねマーブルキャットなんですけど、これは本当にもう分かりやすく色の変化があって、こっちはねさりげないマーブルっていう感じですね。こっちはねすごく使いやすい色で、作品に取り入れやすいかなと思いますし、こっちはねすごく個性が出せるかなと思います。モコモコケイトの最後3種類目がこれなんですけど、これの品名が夢コーン。これもポリエステル100で 100g なんですけど、長さが 60m と少し長いですね。棒針は10から 12mm、 かぎ針だと8から 10mm、 メリアスゲージは斜め9段ですね。このね淡い可愛らしいピンクが色番4番、そしてこれが色番1番。夢コーンの1番はもう本当に何でも合わせられるかなと思ったので、これだけ2玉買いました。そしてこの薄めのグレーが色番2番。この薄めのグレーのね夢コーンの2番なんですけど、これさっきのキャットヤーンの4番とそっくりですね。比べるとちょっと違うんですけど、かなり似てるかなと思います。こっちの方がより白っぽいですね。こっちの方が割とストーンっぽいグレーっていう感じで、
近づけてみると結構違いますね。夢コーンの2番がこっちで、キャットヤーンの4番がこっちですね。でこう見ると結構違うんですけど、これもまた好みによって選べるのでいいですよね。これが1番、これが2番、これが4番ですね。で芯の部分に注目すると、1番が毛足と同じ白 で2番も毛足と同じ薄いグレー で4番も同じですね。毛足の色と全部合わせてある感じなのかもしれないですね。薄いピンク。改めて照明なしでモコモコの糸を写しているんですけど、このね、一番右側の2つがキャットヤーンで、真ん中の3つが夢コーン、左側のこの2つがマーブルキャットです。さっきのエコファーシリーズの系統3種類見ていた時に、たまたま見つけて思わず全色1玉ずつ買ってしまったのがこれなんですけど、この系統が品名がコメットウールですね。これは多分最近発売された糸だと思うんですけど、こっちから行くと、これがね、色番1番のバタークリーム。可愛いですよね。結構大きめでカラフルなポコポコがいっぱいついてるんですけど、このベースの部分が毛なのかな。で重量が約 40g で 46m。棒針が9号から11号、かぎ針が8号から10号っていうことで、結構太めの糸ですね。メリアスゲージが14目21段。そしてこのほんのり緑がかっているこのカラーが色番2番のポパイ。1番と比較すると分かりやすいですかね。こんな感じ。そしてこれが色番3番のヘイズグレー。このクールなねベースのカラーにこのキュートなポンポンを合わせるっていうのがすごくね面白いなと思いました。よく見るとね、このベースの糸に細いこういう糸も混ざってるんですね。さっきのポパイ、ポッパイはこういう感じですね。これ何色ですかね。ブルーのようなグリーンのような感じの色ですね。1番のバタークリームは多分これは白ですね。こんな感じで入っています。で、これが色番4番のピーチパフ。桃色の桃っていうよりもリアルな果物の桃を切った時のような色のベースの中に、ちょっと見えにくいかもしれないんですけど、この細い糸、これがね薄いピンクですね。これは結構桃色に近いようなピンク色の薄い感じですね、っていうのがベースに入っていて、あとは同じようにこんな可愛いポンポンがついています。で最後が色番5番のチーズですね。これも食べ物のねリアルなチーズみたいな色に、この細く入っている糸が薄い黄色って言ったらいいのかな、こんな感じの色の糸が細く入っていてポンポンがついています。どのぐらいの間隔でついているのか見てみますね。等間隔でついている感じですね。次々といろんな色が出てくるので面白いですね。これウールなんで保温性のあるようなね作品作りにもいいと思うんですけど、すごい可愛いのでスイーツ系の編みぐるみとかにもすごい使えそうですね。すごくユニークで面白い糸なので、作品の全体で使うっていうよりかはポイントで部分的に使って、このね可愛らしさとか面白さを生かす感じの何かね新しい作品が作れたらいいなと思うので、またね同じぐらいのゲージを探して組み合わせて編んでみたいなと思っています。こんな感じで今日は全部初めて買った糸ということでね、いろんな種類の糸を買ってみたんですけど、編み地が気になりますよね。私もそうなんですけど、まだね一回も編んだことない糸ばかりなので、いろいろな編み地をねそれぞれで編んでみて、どんどんねサブチャンネルの方で載せていきたいと思うので、よかったらこちらのコメント欄に気になる糸だったりとか、この糸で棒針編みの編み地が見たいとか、この糸をかぎ針編みで編んだ感じが見たいとかね、そういう具体的なものがありましたら教えていただけると助かります。とりあえずですね、このファー系の糸はかぎ針編みでも棒針編みでも編み地がとにかく気になるので、ちょっとね時間を見つけて編み地の雰囲気とか色の出方っていうのをねいろいろと試してみたいと思います。特にねこれとかどんな感じになるんですかね。編み地の他にもね、この糸と組み合わせて見た雰囲気が知りたいとか、そういうのでもいいので、どんどんコメントで教えてください。ということで今日はケイトピエロさんで購入したケイトの紹介でした。今日は以上です。ありがとうございました。